鬼は外、福は内。毎年2月3日は節分ですが、今年の節分は124年ぶりの2月2日となります。ところが今年は新型コロナの影響で、節分の行事で欠かせない豆まきの中止が各地で相次いでいます。毎年多くの人出でにぎわう増上寺の豆まき、しかし今年は残念ながら豆まきは中止です。厄や災難をお祓いする行事である豆まき。多くの人でにぎわう増上寺では、今年は参加者の密を避けるため、住職や職員のみで節分の行事を行うことになりました。しかし困ったことに、豆まきを中止したことで、本来まくはずの500キロの豆が余ることに。増上寺では規模を縮小することは考えていましたが、まさか中止するとは思っていなかったということです。現在参拝に来た人には豆を分けていますが、寺では節分の文化がもっと幅広く伝わればと考え、ホームページで通信販売を始めたところ、全国から注文が殺到、瞬く間に完売したということです。寺では豆まきに対する意識や期待が高いことに驚き、大変感謝していると話していました。江戸時代も疫病や災害にたびたび見舞われ、人々はそのたびに神社や寺へ参拝し、厄を払っていました。やはりその厄を振り払いたい、そういった方が大変増えてきている。ご家庭での豆まき、また直接お参りいただいて、皆様の心に安らぎが訪れていただければなと思っているところでございます。